はい、こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか昨日からですね、また寒くなってきまして、暖房がなくてはいられない毎日が続いております。皆さんのところはね、もう暖かいところもあると思いますが、季節の変わり目、まだまだ体調に注意して、元気に頑張っていきましょうね。だんだんとね、これから暖かくなってきて、気温も落ち着いて過ごしやすい毎日が続くようになると、パン作りも作りやすくなりますよね。発酵の目安が取りやすくなってくると、まあ、時間のね、使い方もいろいろ工夫できると思います。細かいことを言うと、やっぱり冬場と春とか夏のすごい暑い時期とでは、加える水分のね、温度をいろいろ変えていただいた方がいいんですけれども、まあ、動画の中では常に40度くらいのぬるま湯を加えるっていう風にお話をしています。ですが、実際には本当に寒い日は、まあ、40度だとすぐ冷めてしまうので、もう少し温かいお湯を加えたり、夏場は氷水を加えたりする場合もあるんですよね。なので今日はパンに加える水分の温度についてお話ししていきたいと思います。一次発酵が順調にいくために必要なことは、生地の温度がある程度温まっているっていうことなんです。気温によりますけれども、気温が低ければ低いほど生地は冷たくなってしまうので、最初に加える水分の温度が大切になってきます。10度以下ぐらいの部屋で作っているような冬場の場合ですね、ぬるま湯の温度はカップに入れた途端に下がってしまうので、いつもより少し熱いかなっていうくらいの温度のぬるま湯を加えていただくのがいいと思います。それ以外の季節はだいたい40度ぐらいが、まあ、適温なんですけれども、目的は生地を温めるっていうことですので、そのことをね、頭に置いて混ぜ込んだ後の生地の状態ですね、それを一度確かめていただくといいと思います。触った時にほんのり温かさが残っている状態だと、一次発酵はとてもうまくいきます。なんだかうまく膨らまないっていう方は、そこをね、一度確かめていただくのがいいと思います。生地が冷たいということは、イーストの活動がですね、うまくいかない場合がとても多いので、その一次発酵の環境を60度のお湯で温めるとか、もしくはオーブンの発酵を使っていただくとか、外からですね、いくら温めても生地の中がものすごく冷たい状態だとなかなか温まらない、生地の中のイーストも活動できない、そうするとやっぱり一次発酵の生地は膨らみにくくなってしまいますし、とっても時間がかかります。一晩かけて発酵させるんだっていう気持ちであれば、ゆっくりゆっくり発酵しますので、時間がかかれば発酵はしていくんですけれども、 2,3 時間の間で作りたいっていう時には、生地の混ぜ込んだ後の温かさを確認していただくのが、次の発酵がうまくいくポイントだと思います。まあ、環境をね、いくら整えて温かい状態にしてあったとしても、そもそも発酵を始める時点での生地の温度が適切でないと、生地そのものが発酵にちょうどいい温度にはなかなか達しないんですよね。なのでそのためには、最初の混ぜ込みが終わった時点の生地の温度っていうのがとても大切になってきます。まあ、ハードパンだとだいたい 24-5 度ぐらいで、甘いパンだと26度から28度ぐらいの間、ちょっと高めの温度に混ぜ終わった時になっていると、次の発酵がね、とても進みやすくなります。もしね、温度計とか持ってらっしゃる方は、一度混ぜ終わった後の生地の中に差し込んで温度を測ってみてください。もしくは、まあ、時間をかければ発酵するので、まあ、例えば20度ぐらいの生地の温度だった時に、何分ぐらいで一次発酵の最終段階までいけるのかなっていうのを、時間のある時にデータを取っていただくと、次のパン作りの時に役立つと思いますので、まあ、そういう経験をですね、積み重ねていって、自分の作っている環境に合わせていくっていうのが大切だと思います。で、先ほど季節によって加える水分の温度を調節できますよっていうお話だったんですが、まあ、大体冬場はですね、45度ぐらいまでは上げてもらってもいいと思いますし、夏場は5度ぐらいまで下げていただいてもいいです。パン屋さんの中で大量に仕込むときには、生地の温度をね、安定させるために氷水っていうか、氷はないですけども、本当に冷たいお水を入れたりする場合もあります。なのでその時の気温によって
加える水分の温度を調節できるようになると、いつでも安定して何分ぐらいで一次発酵が終わって、何分ぐらいで二次発酵が終わってっていう時間の目安が取りやすくなります。ただイーストにとってはぬるま湯が一番ちょうどいい温度なので、例えば温度高くしたり温度すごく低くしたりした場合には、イーストに直接かからないように粉のところに最初かけていただいて、そして全体を混ぜ込んでいけばイーストにはね直接当たらないので大丈夫だと思います。生地のね温度を保つためには、加える水分だけが原因というわけではなくって、他に加える材料の温度もやっぱりある程度影響してきますので、牛乳を加えたり、あとはバター加えたり卵を加えたり、それらの温度によっても多少生地の温度の変動が起こりますので、そこを頭に入れていただくだけでもね、また違ってくると思います。ぜひ活用していただきたいと思います。はい、また皆さんからのコメントや感想、質問、お待ちしております。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。皆さんにとって楽しい一日であることをお祈りしています。さようなら。